50の質問なぎ編です。おお、いやいいやるさ。皆さんこんにちは。僕たちリアルアキバジュニアールでーす。ルサです。ナギです。ヒロリカアレシセリカとアオトです。はい、よろしくお願いします。ということで今回何やるんでしょうか。本日はですね、 RAB さんの大人気企画50の質問ナギ編です。おー、さあポン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 やっていくよ。ナギさん OK? OK、 いくよナギ。頑張ります。名前は？ナギです。年齢は？13です。誕生日？10月26です。血液型は？ A 型です。メインジャンルは？アクロバットです。じゃあそのアクロバット歴は？8年です。受賞歴ある？小学校の隠し芸大会で100点満点中99点を取りました。趣味は？スマブラの大会を見ること。何オタクですか？レトロゲームとコントローラーです。二次元の推しは？パックマンとセンチピード。三次元の推しは？マチコさん。セリカさん、うんうん、ありがとう。アクロバット以外の特技は？アルトサックスとファミコンのドンキーコングです。なるほど。すごい。好きな食べ物は？麺類全般。じゃあ逆に嫌いな食べ物？チーズ。じゃあ好きなアニメは？好きな子がメガネを忘れたこの素晴らしい世界に祝福をです。いいねいいね。ジュニオールズの中で好きなメンバーは？まあ、一番相性のいい感じの人かな、多分。ね、まあね、ルちゃん。あれ？いや、メンバーで入れ替わるなら誰がいい？はるちゃん。おお。ジュニオールズで今後やりたいことは？外撮影してみたいな、まあ、それこそ秋葉原巡りとか。自分のチャームポイントは？人見知りがない。それはちゃっかりしてるもんね。じゃあ逆にコンプレックスは？興味ないことに本当に興味ない。あ、なんかそれは分かるわ。すごく分かりやすい。今ね、中学生だと思うんですけど、はいはい、得意科目は？音楽。音楽？音楽。じゃあ逆に苦手な科目は？理科と数学。あ、ちょうどここに専門の2人いっぱい。じゃあここまで20問くらいやったんだけど、はい、なんか気になるものありました？質問の中で。まあそれはね、なんで僕に変わりたいんですか？あ、そうだね。あんだけいろんなジャンルができる上でアクロバットしたら最強だろうなと思った。僕の体であなたの動きをするのね。そうですそうです。めっちゃ利用されたいいとこだけ持ってから、ね、はい、めちゃめちゃ体格が結構違うから意外と難しいかも。体重何だっけ？48。私ね、70なんですよ。変えた方がいいのかな。お変える？変えとこ。いや、もういいです。なぎくんさ、麺がさ、好きって言ったじゃん。麺好きだね。セリカがある日、麺の中に溺れちゃってたら、うんうん、助けるか、バク転するか、どっちにする？バク転しようかな。じゃあ、続きいきましょうか。はい。なぎの座右の銘は？人にあんまり依存しすぎず。めっちゃいい、心理心理。いいね。じゃあ、なぎの今のマイブームは？友達に3をつけること。同い年にも3つけるのが、うん、ルーさん3になるってこと？でも私ルーちゃん呼びだから、まずあ、ルーちゃん3です。じゃあデーモンデストラクターさんとかね。最近好きな YouTuber は？まずマイクラ実況をしている日常組さんと、うん、第二グループさんと大乱闘スマッシュブラザーズで世界最強デデデ大王使いのザキさんが好きです。最近嬉しかったことは？ナインティがようやく一周回るようになったこと。おー、すげー、成長したい。めっちゃ綺麗。逆に悲しかったことは？最近ヘアゴムをなくしたこと。かわいい。無人島に一つだけ持っていくとしたら何持ってきたい？発泡スチロール。好きな曲は？レルリリさんの神のマニマニと愛なんです。マチコさんのトゥモーロー。あ、いいねいいね。が好きです。最近ハマってるアーティストさんは？あの、僕コントローラーオタクなんですけど、山吹さんっていうコントローラーの塗装を専門にしてる人がいて、その人に最近ハマってます。好きな服はブランドとかある？なんか特にないかな。普通にブランド聞くなって。どういうジャンルの服が好きとか？あ、そう、ストリートスタイル、シンプルみたいな。シンプル。今ナギ中学生だからまだ年齢ね、若いと思うんだけど、子供の頃の夢は？マジの話を言うと、うん、行き当たりばったりでどうにかなるだろう精神だったから。ねえ、マジで、かっけえね。特に夢とかがこれといってあったって感じなく？なく。あ、すごいね。今の夢は？山吹さんっていうアーティストさんに自分のコントローラーを作ってもらいたいのと、うん、その人にもう一個秋葉っかのデザインのコントローラーを作ってもらい、うん、厚木さんに渡し、それが商品になる
大会に出て優勝してそれをもらいたいです。すごいなこの人。好きな女性のタイプは声が可愛い、ロング、すごい白髪が好きなんだよね。白髪？二次元系？なんかオタクっぽい。アクロバット以外でやりたい仕事は、立ち踊りの仕事とかやってみたいなっていう。ダンスだね。ダンスで。10億円もらったら何したい？僕が主催するダンスの大会とスマブラの大会を開いてみたい。それあと余った分をメンバーにあげます。いい人だ。大人になったら一番最初に何がしたい？お酒飲みたい。あ、そうだよね、飲めるようになるもんね。ハイボール飲んでみたいなって。中学生で二十歳になったらハイボール一発目はやってみたい。二十歳になるまでにしたいこと。ヘッドとエア。6年やったらナギやってそう。今行きたい場所は、一緒にヘブンに行こっか。ラスベガス。カイジ好きなんだけど、そのギャンブルをちょっとやってみたいっていう。マジで中身の13歳だよ。はい、このハイボールとカイジができるんだ。ちょっと大丈夫そうこれ。今ね、カイが言ってもらったと思うんだけど、我々に身近な秋葉原で一番好きな場所は、スーパーポテトっていうアーケードゲームが置いてあるお店があって、流し1時間食べながらアーケードゲームができるって制度があって、すごいね。で、アーケードゲームに初めてハマったのがそこです。今で40秒なんですけど、なんか気になる質問ありましたか？え、なぎ、さっきさ、無人島に持っていくなら発泡スチロールって書いてたけど、それはどういう意図でそうなったのかな、ちょっと聞きたいな。ボケとかじゃなくて、一刻も早く出たいから。遭難してるの？自ら言ったわけじゃなくて、遭難しちゃってな。イカダを作って脱出したいから発泡スチロールです。イカダではないんだ。イカダを持ってくんじゃなくて、イカダ持ってけばいいやん。わざわざ発泡スチロール作るんだ。それは作りたい。大丈夫大丈夫。海の下からタコに金払って依頼して、その発泡スチロールをこうやって下から引っ張って、ナギが溺れるようにしとくから。安心して。何クラーケン。それでは続いて次の質問は、最近身の回りに起きた面白いこと。僕の筆箱の底に磁石がついてて、学校でカゴに筆箱を入れるって遊びをしてて、投げて外れたと思ったんですけど、うん、後ろ黒板で奇跡的に張り付いてる。それはちょっと面白い。普通に面白い。じゃあね、今面白いこと聞いたんだけど、はいはい、恐怖体験ありますか？青鬼ってゲームがあるんですけど、そのゲームの1にフワッティっていう超足が速いキャラが出てくるんですよ。でもあいつ走ってくるだけなんで、まあ、簡単でしょと思ったら、なんかちょっとアップデートしてて、えぐいカーブ決めてきて、そこだけすごいゾッとしました。次の質問は、メンバーの第一印象。まずはるちゃんはすごいこの人優しそうだなって思った。パパ感、パパ的な安心感があった。早いな、段階が早いな。ルーちゃんは最初若干僕のこと苦手なのかなって思ってたことがあったんだけど、まあ、話していくうちにそれはイメージ変わってきて、仲良くなれてよかったなっていう。いやいやいや、青とは勝てないって思った。同じアクロバットだしね。そうそうそう。セリさんはこの子オーディションにおいてもスキルにおいても強そうだなって思って、リカ姉はかっこいいなって思って、嬉しい。リュウくんなんだけど、インスタとかでバトルに出てるやつをちょくちょく見てて、すごいなって思って、合宿で実際話してみたらイメージが全然違って、オタクだって思った。メル氏はなんかギャルでちょっと怖めなのかなって思ったけど、結構優しくてすぐ馴染めたかな。ヨウくんは最初いかつって怖そうだったけど、話してみると超優しい。それもめっちゃマジで優しい。メンバーの中でこれだけは自分が一番だと思うことは、ゲーム知ってる数。あ、これは面白い質問ですね。メイド喫茶ジュニオールズ店のレビューは。あー、これは面白い質問だね。開けてみよう。いや、いいやるさ。大丈夫ルーちゃん。一番の俺、何の感情も戻ってなかった。 OK、 切り替えよう、切り替えよう。次の質問いきます。メイド喫茶ジュニオールズ店のレビューは、まず演出星2、食事というかの美味しさとかでプラス2、星2で、出てきたメイドでマイナス 3.5 で、評価は星 0.5 です。店長、どうしたら豚に、あ、チンジャオロースにしてやるぜ。じゃあ次の質問いきます。はい、身体能力抜群のナギの苦手なことは、蹴る系の球技、サッカーとか、そうと、バスケみたいなディフェンスオフェンスがちゃんとしてるやつと、水泳。
水難事故映像みたいになるんだよやばい、好きな人誰でも一人だけ会えるとしたら誰と会いたい。カービィとスマブラを作ってくれた桜井正宏さんに会ってみたいです。120回ぐらいありがとうございますって言いたいです。RAB メンバーで2人でコラボしたい人は。やっぱり推しのトゥーシさん。後ろでずっとピンガーだと思って青と青つながるコンビネーション、海と海の。はい、次行きます。 OK です。自分を動物に例えるな。なんクラゲ。理由はのんびり屋さんっぽい感じが自分のイメージであるんだけど、次で最後の質問です。お、今年1年を漢字一文字で表すなら。漢字一文字、生、成長の生。ああ、なるほど。やっぱり 技面もそうだけど、ジュニオールズ入ってからできることが広がったし、あと若干だけどコミュニケーション能力も高まった気がするし、あと編集技術も今勉強中だけど、まあまあ身についてきたからっていう意味で成長のせい。ナギの50の質問聞いていただき、おかーいということで、ナギの50の質問聞いていったんですけど、おっとどうだった。あのね、ナギのあの運動神経の、はいはいはい、苦手な球技とかさ、水泳、うんうん、全く同じなの。そう、おー、球技も苦手だし、泳げないの。海とか行ってなかった。海はあれでしょ、砂浜でアクロバットする。そうそうそう。あれ泳がないの。映えるからね、スポッて終了だからじゃあ、リカちゃんはどうだった。メール記載は全然、はいはいはい、のレビューを聞かせていただいたと思うんですけど、うん、まあ、即不採用だった女子組小物いる3人のレビューとかでもなんか聞かせていただいたのかな。いや、あの首じゃなくてちょルーツ店に移ってもらううちらはルーツ店に行くのか。お店は客ですよ、不採用の方じゃないですいや、僕あのマネジメントで本社の人、警察かなんかでじゃあ最後、セリカどんな感じだった。なぎくんってヒップホップの吸収もすごくてどんどんいてかれるし、ほんともう体の使い方がマジで魔人になってきてるから、トゥイスさんとコラボするとしたらボディタットもぜひ来てほしいなってめっちゃ思いました。あー、どれは実際習ってみたいです。トゥイスさんよろしくお願いします。はい、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。僕たちリアル秋葉ジュニオールズでした。バイバーイ。